キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、 Web3 時代における詐欺の特徴というようなところでお話の方させていただきたいと思います。私のこちらの番組はですね、主に YouTube で配信させていただいておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、それから、最近行っております、NFT の DAO プロジェクトとしてですね、 IT エンジニアのコミュニティなども運営したりもしております。こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたらですね、 YouTube の説明欄ですね、そちらに情報を記載しておりますので、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では、本題の Web3 時代における詐欺の特徴というようなところでの話なんですが、今回はですね、Web3 時代、今もですね、半ば Web3 時代みたいな、そんなような感じなところでもありますが、今現在もですね、こう横行している、この詐欺の特徴についてですね、お話ししてみたいと思います。ちょうど先日ね、金婚の西野さんがね、NFT 界隈で、頻発している詐欺についてのなんかまとめた配信とか、そういったのがありましたけど、それをこう聞きながら、私なりにもですね、ふと思うようなところがありまして、これについてお話の方させていただきたいと思います。とにかくね、Web3 時代、こちら、これからもね、どんどん流れ的にはこの、時代の流れは止めることできないと思うので、この、詐欺に対する、自己防衛手段みたいな、そういうようなところですね、知識としてこれは一つやっぱ頭の中に入れておいた方がいいんじゃないかなというようなところでもありますんでね、これについて、私、アプリ作る社長ならではの、その考え方みたいな、そんなようなところについて、お話しさせていただきたいと思います。西野さんの先日の投稿によるとですね、公式アカウントみたいなのを作っちゃうから、そういったもののね、まがいものがこう出てきて、そこからこうね、詐欺サイトに誘導されて、ちょっと犠牲者が増えちゃうんじゃないかなみたいなところ、そんなような流れだったので、じゃあ公式アカウントみたいなものをこう作らなければいいじゃん的なね、そういうような発言があったんですけど、それも一理あると思うんですけど、私的にはですね、やはりなんやかんや言って運営者側がこう頑張るっていうよりかは、ユーザー自身がね、防衛手段を身につけなければいけないのかなというようなところもあるんですね。そもそもそれがね、Web3 時代だと思うんですよ、これ。はい。で、言い方がちょっと厳しいかもしれないんですけど、この Web3 時代のね、最たるものはやっぱその自己責任なんですよね。ここがこう第一原則であって、この点がですね、ある意味Web3 と Web2 の大きな違いにもなるかなというふうに思ってるようなところでもあるんですよね。Web2 とかであったらですね、中央集権型なんで、やっぱその責任の所在がね、明確になってくんで、問題が起こればですね、その組織のトップが、責任を取って助けてくれたりするようなとこがあり、これが普通なのかなっていうふうにこう考える人結構多いと思うんですけど、この Web2 の時代も結構長かったですからね、大概どっかにこう責任取ってくれるようなトップがいてっていうようなとこがあり、そこからこう保証してくれたりだとか、場合によっては警察が介入してくれたりとか、そういう部分ではある意味こう優しい時代だったのかなというようなとこがあるんですけど、ただこのね、Web3 の時代になってくるとね、よりこれドライになってくるかなというようなところなんですね。もう誰もやっぱね、保証してくんないんですよ。警察も助けてくれないっていうか、警察もわかんないんでね、Web3 の仕組みとかそういったものね、政治とか法律がまだ追いついてないようなとこがあるんで、だからこそですね、自己防衛手段を身につける必要があるかなというようなところなんですよね。もっともね、Web3 時代でも、超大金持ちで政治を動かせるぐらいの権力のある方であったら、それだったら、誰かがこう助けてくれるっていう可能性は、あるとは思うんですけど、今現在ね、バイナンスっていう仮想通貨の取引所、世界でも結構有名なとこなんですけど、そこがハッキングされて、BNB っていうようなコインがね、今大変なことになってますけど、あれもね、今、ブロックチェーン全体をこう止めるとか、そういうような措置をこうかけてたりもしてるんですが、あれはある意味地方集権型みたいな、そんなようなところでもあるんですけど、それとやっぱですね、
バイナンスのね CEO がやっぱそれなりの財力とあと政治動かせるぐらいの力があるんで、だからこんなようなあの例外中の例外の対応を今してるっていうようなところでもありますが、ただね一個人の数十万円とか数百万円とかね入れてる程度のアカウントであったらですね、詐欺に巻き込まれた場合はほぼ泣き寝入りになってしまうかなというような世界なんですよね。それがね Web3 なんですよね、はい。まあ、だからこそ自分の身は自分で守るしかないというような、そういうようなあの流れになってるんですね、はい。でこれに対してあのね、あの西野さんもなんか面白いあの、ね、コメントしてたのが、あの一回ね詐欺に騙されてみて勉強してみるのもいいんじゃないかみたいな発言してましたけどね、まあそれで、まあ、どういう手口かみたいなね、ことをちょっと学び、まあそこからこう自己防衛手段を講じていくみたいな、そんなような発言あったんですけど、これはねちょっとお勧めできないかなって、これエンジニア的なあの意見なんですけどね、はい。まあまあ、これはですね、まあ、西野さんみたいにね、結構な、こう、まあ、インフルエンサーであり、何か問題に巻き込まれた場合に、結構助けてくれる周りの人とか結構いっぱいいそうなんで、まあ、そういうような方であったら、そういうような感じで、一回こうね、またね、なんか問題に巻き込まれたら、それがそれで、番組にもなったりするんで、まあ、いいのかもしれないですけど、名もなき一個人がね、しかも財力も乏しい方はね、やっぱ一回こう騙されてみるっていう方法は、やっぱちょっとお勧めできないかなっていうようなところがあるんですよね。もうIT エンジニアの方であれば、これちょっとわかると思うんですけど、変なマルウェアとかをね、PC にインストールしてしまったら、もうその PC はね、もう捨てるしかないレベルの問題なんですよね。はい。だから、なんか興味本位とかで、詐欺 DM から送られてきたリンクをちょっと踏んでみるとか、あとは変なソフトとか一回ちょっと試しにインストールしてみて詐欺集団とコンタクトしてみるなんていうのはね、もう論外なんですね、 IT エンジニア的にはね。だから一回騙されてみるっていうのはね、まあその仕組みを知るのはいいと思うんですけど、パソコン捨てる覚悟でやんないとダメですねっていうようなところですかね、はい。でじゃあまあ個人としてはどういうふうにこう防衛していったらいいのかっていうようなところなんですけど、まあこれはねやっぱ詐欺集団との接触を一切断つっていうのがやっぱ正しい予防方法になるかなというようなところですかね、はい。まあとはいえね、今の時代こうもう SNS がもうね生活にここまでこうね染み込んでしまったこのような、生活感の中で、このねそういったのもちょっと正直難しいところもあるんですよね。ツイッター界隈とかではね、ツイッターの DM は全て詐欺とか、そういうような有名な格言もありますけど、まあそれでもね、やっぱ引っかかる人は引っかかるんですよね。はい。で、これに関してここの部分注意してもですね、今また新たにこう出ている手法としてはですね、ツイッターの引用ツイートがですね、そこからこうなんか悪意あるリンクをちょっと紹介して、そこを踏ませて、メタマスクに連結させて、そこから NFT を奪い取るみたいな、そういうような方法も横行してるみたいで、でこれに関してもですね、ツイッターの、界隈ではですね、なんかメール認証のないものをミュートするっていうような手法が今講じられて、それがこう情報拡散してるようなところがありますけど、まあこれもね、まあ一つこう有効策なんじゃないかなとは思うんですけど、ただね、名もなき一個人のアカウントにして取ってみたらですね、メール認証のない善良な人がね、フォロワーになってくれたりしてることもあるんですよね、実際ね。で、そういう人たちのコミュニケーションも全部遮断せよっていうのはね、やっぱ名もなき一個人にとってはね、すべてミュートはね、ちょっと厳しい手段かなというようなところにもなりますかね、はい。まあ、こうなってくるとね、じゃあハッカー並みの高度な知識を勉強しないといけないのかっていうようなところにもなりそうですけど、これはねやっぱ根本的な、詐欺の倫理学みたいな、そういうような感じになってしまうかもしれないですけど、もっと根本的なことを一から考えてみると、意外にねシンプルな防衛的な考え方もあるんじゃないかなというようなところがあるんですよね。それはプログラミング的云々っていうわけではなく、もう古来からある、まあ今に至るまでこの詐欺っていうのは大体この原則に基づいているかなというような格言があるんですよね。そこをこう頭の中にこう叩き込んでおくっていうようなところですかね。はい。まあそれがよくある言われる言葉でもありますが、儲け話には必ず裏があるみたいなね、そういうようなことであったりだとか、まあ大概ね、まあ
人が騙されるのは大体このパターンが多いんですよね。なんか儲け話に釣られてしまって、で大金取られるみたいな、そういうようなことが多いと思うんですけど、うん、でもう一歩踏み込むとね、大体この NFT とかそういうのの詐欺的なもの、まあ、あの仮想通貨もそうですけど、というかあの仮想通貨以外にもあの Web2、Web1 の時代からも、これあることだと思うんですけど、まあ、大体このね、詐欺が、どういうようなところから来るかっていうと、あ、大体こういうような言葉でこう、釣ってんのが多いかなというところなんですよね。それが無料ですよね。無料、無料とかのフリーミントってやつね。はい、まあ、ただより高いものはないみたいな、そんなような言葉ありますけど、大体この系が多いんじゃないかなというところなんですよ。はい、でもちろんのこの世の中にはですね、フリーソフトとかね、そういったものも結構善良なエンジニアが趣味目的でね開発した結構いいものとかも世の中に転がってたりもするんですけど、まあ、特にやっぱり気をつけてほしいのはね、お金絡みの案件で無料と歌ってくるやつ、はい、それで儲かりますよっていうような類のもの、まあ、これはね十中八九何か裏があるかなって見ておいた方がいいかなっていうところですね。はい、だからあのエンジニアが趣味目的でこうやってるっていうような背景とはちょっと別な角度なんですけど、お金絡みね、お金絡みで、やっぱその無料で歌ってくるタイプのもの、はい、これはですねやっぱその、まああのまあ詐欺だろうなぐらいの、まあ、ことをこう頭に入れて、うん、まあそうやって警戒しておくっていうこと、まあこれがですね、やっぱその一番最強の防衛手段にもなるんじゃないかなというふうにこう思ったりもしております。まあとにかくね、今ね、この Web3 時代を生き抜くためにも、今世界からね、日本人がかなりかもられてるケースが多いんですよね。はい。まあだからこそ、まあ私の、まあ一つちょっと、エンジニア的な経験も含めながら、過去に実際に起きた詐欺のケースとかそういったものについてちょっと述べさせていただいたところもありますが、まあ一つね、頭の片隅にでも、このことを、入れていただければと思います。やはりね、ただより高いものはないというようなところですね。はい。では本日は以上になります。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。